こんにちは。こんにちは。今日やってんねん、大倉山。やってるかね。ねえ、なんか放送かかってるからやってると思うよ。昨日リフト動いてたんだよね。ほんと？ただ立ち引きにしてみた。おー。サイドコース係員から睨まれてた。大倉山。大倉山。着きました。このまま重曹？重曹だね。綺麗だね。ここ綺麗。紅葉もちょっとあって。これ帰り登ってくるんだからね。無理だよ。奥さんかかるけど。ずるいそれ。ここの重曹もうちょっと景色良かったらいいんだけどね。うん。ジャングルなの。あ、そうなのこれ。大倉か。大倉だったこと。見えるかなこれ、割れ目。割れ目あった。割れ目。割れ、
これ離れたんだろ。離れたんだね、うん、いやびっくりして、割れ目って書いてるけど何書いてるかなと思ってた。離れたんだ。もうまた一つ勉強になったね。これ逆から来てたら分かんないもんね。そうだね、うん、こんにちは。栗、あ、落ちてる。栗、どこなの。あ、ほんとだ。クマないとか、これ。この辺、クマ多いよね。栗、てか、奥さんとかもクマいるの。いる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 。一番多いんじゃない、この辺で。あ、そう。どこにいるの。うん、このどこかにいるんだって。うぅぅぅって、うぅぅぅぅぅ。あ、ないですけど、あの奥さんとかの普通のルートに出るんですよね。はい、どれくらい時間違うか。こっちの方が全然早いですね。こっちは降りたことあるんで。一回下るんだこれ。ね。行け。楽楽。ね。楽勝だよ。よいしょよいしょよいしょ。頑張れ頑張れ。やっぱここ一番綺麗だよ。やっぱこれ登るのきついべね。あ、リス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 。リスだリス。いたね。結構大きかったね。そう、見たかった。どこ行っちゃった。地べた歩いてたの。いや、ほんとここポールあった方がいいな。うわー、ちょっとどうしたいのこれ。また抱えてるけど。
寄せなかったんです、うん、いい、撮れてるかな。え、これ撮影してないよ。俺してるよ。この辺の丸けなぞ。ひっくり腰になってるのね。撮ってるからね。スキーと同じ原理だよね。シャッシャッシャッ。スキー上手い方じゃなかったから。やべえ、兄弟落ちてきた、どうしよう。二人とも死亡するよ。うん、もう終わりだよ。じゃあさっきの楽の道を通るか、うん、この急な道を通るかで上がれたかな。どうかね、私。まあ上がれないことはないけど、ちょっと疲れるんじゃない？ちっちゃい熊だよね、うん、ここどこだろう。一応札幌市に知らせる。うん、なんかあとないか。あ、隠れるとこいっぱいあるね。この辺でしょ、多分隠れてんの。まあまあ、まあ、あとにあれだよ、1時間ぐらいだよ。違う、ここ丸山だよ。あれ丸山今日の収穫、コグマのクソでした。コグマのクソでしたね。ありましたね。あの、多分三角から大倉の間で、うん、なんかゴミを捨てましょうの看板のちょっと手前ぐらいの。昨日からあったんだけど、昨日はハエたかってて、うん、今日見たら乾燥したんで、多分昨日のものだね。昨日の早朝ぐらいじゃないですか、うん、多分。気をつけてください。